読売新聞。日本人二人殺害警告。 イスラム過激派組織イスラム国が公開したとみられるビデオ映像、昨日インターネット上に流れ、人質を取った日本人らしき男性二人について、日本政府に日本円にしておよそ236億円の身の代金を要求、72時間以内に支払わなければ二人を殺害すると警告しました。人質となっているのが去年8月にシリアでイスラム国に拘束された湯川春菜さんと、ジャーナリストの後藤健二さんの可能性 性が高いいと見られています中東歴訪中の安倍総理、イスラム国対応で避難民支援などに2億ドルの資金援助表明したことを受けた報復と見られているんですが、えー、これ、三橋さん、はい、とんでもないこともな、ね、そうなんですね、これがね、えー、現実の世界なんですよね。<ー>でねこの問題って多分、えー あの、誰もがハッピーエンドを迎える回答はありません。はい。はい、えーで。その上で国家としてどうするのかっていうのを考えなくちゃいけないというですね。うんえー、要は我々、その日本人がですね、まあ、大東亜戦争に負けた後ずっと忘れていた安全保障の現実っていうのを今突きつけられてますね、はい、完全に。ええー。あのー、まあ、その2億ドル、それをピッ、はい リとも2億完全にその、まあ、一緒返しですよね。そうですね。えそして、まあ、十字軍という言葉もですね、空爆する側を十字軍とイスラム国家呼んでいる、まあ、そこに日本も進んで入ってきたんだみたいなことを言っている。え。ただ、あの、まあ、 日本政府側としては、これはあくまでもその人道支援のお金なんだと主張する、はい、でも相手はそうは受け取ってくれない。いや受け取ったとしても、受け取ってないというふうなるほど。はーはーだってこれ、パフォーマンスですもん、イスラここからしてみたら。えー えー、要は、あの、こちら、相手側に着くとこうなるよっていう見せしめなんですよ、完全に。で、当たり前ですけどね。えー、これは2億ドルなんか払っちゃいけません。えー、あの、払ったら、その、えー、そのお金で武器とかが買われて、はい、それ以上、あの、まあ、日本人2人以上に、まあ、はるかにたくさんの人数が殺されます。は,<ー>はい。じゃあどうするんですかと、えー、はい。だから本来はね。えー あの国家としては、軍隊派遣して救出しなくちゃいけない状況なんですよ。うん、とか、それできないんですよ、我が国ってのは、ね。はい。はい。そういう国なんだっていうのが改めて突きつけられましたね。た、えー、だ他の方法ないでしょ、現実問題で。て。えー、えー、はい。ええー。あと、その、まあ、今回ですね、アメリカとイギリスは、はい、このイスラム国に、まあ、拘束された人、うん、ま、ここにはその身の治療金は払わないで。それは当然ですよね。えー、えー。で ま、残念ながら命絶たれました。はいうん、でも一方、フランスとかドイツはですね、はい、これ身の仕金払って,払って、ね、そうすると身柄はあの解放されてるっていうですね。はい、その分、武器が買われて、たくさんなくなってるっていう現実ですよね。えー、はい、うん。となると、これはやっぱり国際的に、ど、うん、ま、どちらかというかですね、 ちゃんといや、これはね、えー、要は相手国がですね、えー、もうその理屈が通じないんですね。えー、で、こういうパフォーマンスで影響力を高めて、えー、これで、まあ、下減った人はね、イスラム国にその、まあ、賛同する方が増えるわけですよ。えー、不満を持ってる方とかが。えー、そういう目的でやってるので、えー、これはもうその、まあ、私が言うのもなんだけど、これはもう戦争以外に解決の方法がない。 はあ、残念なことに。ええー、そうですか。はい、それが現実なんですね。あの、資金を立とうとしてもですね、えー、あの、原油掘ってね、はい、売ってですね、まあ今安、ね、下がってるから多少、まあ落ち込んでるんだけど、えーはい、その、資金的にこうカットしても、も、えー 答えないんですよ、イスラム国って。ちょっと手の出しようがないですよね。あの、軍事力以外では。はい。で、こうやって身の白金要求を払う国があれば、あの、そこでまた武器を買っていくもちろんそうなります。はい。負の、まあ我々からしてみると負の連鎖になってくる。そうなんですね。わけですもんね。ああ、そうするともう軍事的にするしかない。そうじゃなければもうこのままの状況が続くでしょう、これは。ずっとですね。そうすると、中東あたりっていうのはもうあのまんま、 もうぐず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 いっちゃうってことです、ね、でそれがまさにそのイスラム国の狙いなんですよね。で、難民が増えて。はい、増えて、当然不満を持つ人たちがどんどん入隊というか、えー、まあ、あの、イスラム国に賛同していってっていう、それで書き回していくっていう、えー、そういう戦略でやってますね、完全にこれ。そうなん、はい、やたらパフォーマンス多いでしょ、イスラム国。そうなんですよ。完全にですね、そのインターネット いやね、その、あの、メディアってのをうまく活用する術を知ってるんです、彼らは。はい。ええ、そして、その、それぞれの国の何か若者たち、まあ、これはインターネットでね。そうなんです、勧誘します。勧誘して。はい。えで、外国の、その、まあ、あの、一緒に、その銃を一緒に持つ人物には、お給料払ったりだとかね。払っます。えで、今ほら、ヨーロッパで、その、まあ、テロがありましたよね。はい。フランスのパリで。 反ユタ、イスラム感情が盛り上がってますよね。えー、あそこと完全に連動しているんですよね。はあ、はい。ええー。いやー、これでもリミットが決まってて。はい、ええー、さあ政府はどうするのもちろん命の重みっていうのもありますからね。うんはい、それは命も、もちろんですね。ええー、助かってもらいたいし、うん、解放されてもらいたいっていうその気持ちと、あとはその、今、三橋さんおっしゃったみたいに、国としての態度。そうなんですね。があるわけですね。はい、ですので、その冒頭三橋さんおっしゃったみたいに、まあそんなハッピーエンド。ンドはもうないです。いわ な、はいってことなんだなはい。はい